家族への思いを込めてアンドレジダンが今ウマハロフに立ち向かっていきます。やっぱり今世界の格闘技見てもですね、ロシアとブラジルが強いんですよね。はい、そのロシアからやってきたこのウマハロフ、右の大きなフックを見舞っていきましたね。さあこの左のジャブ、大技も繰り出すということなんですが、この右のウマハロフ、ヒーローズハスケンザン、さあウマハロフも落ち着いてますよね。また右のフック、アンドレジダー、このシュートボクセ仕込みの打撃定評があります。あの桜庭和志が一発が重いと認めている男です。この間高谷選手とものすごい殴り合いしたじゃないですか、ね、本性が、ね、気持ちがすごいですよね。あの時は予告通り高谷の鼻をへし折ったというアンドレジダーです。右側やっぱりね、シュートボクシング何がいいって、やっぱハートがいいですよ。もう一度左のローを返してきましたウマハノフ、体幹が強いこのウマハノフです。自分は打撃も寝技もあるというふうに話していました。このアンドレジダー左側なんですが、打撃ばかり言われていますが、この重心右のフックがヒットしました。さすが打撃、見えている左のフック、左だ、